ます。おはようございます。雨です。なんか仕事の日雨多いんだよね。休みの日はね結構晴れ女なんだけど、なんか仕事の日雨降るときすごい多いの。自分の雨はどこ撮影に。そうなの。だいぶ雨。そっちじゃないだったら多分持ってかれたの。いやでもどっちも。行こう、はい、行こうか。今日ははい。アイウェアを買った。そうです。アイウェアさ好きなんだけど、はい、新しいの欲しいから。ひなのくんと一緒に見に行こうかなと思って伊勢丹来ました。どんなの欲しいか分かんないの。え、なんかさ自分ではさ可愛いって思ってもさ人が見るとなんか変ってなるのとかあるから、はい、そういうの見てもらおうと思って。頑張ります。お願いします。はい。はい、早速こちらは ADSR。 ADSR も私持ってるのあるんですけど、なんか最近はねなかなか手に取る機会がなくて久しぶりに見たんですけど、デザインがなんか強いイメージだったんだけど、そこまでハードじゃないというか、すっごい描きやすそう。こういうのとかもすごいシンプルだし、自分が持ってるのってクリアレンズとか割とグレーとか濃いめのレンズが多いから、また久しぶりにこういうカラーレンズも可愛い。これ可愛い。しかもなんかさ、このゴールドのこのフレームの感じが、ちょっと薄めのゴールドだから、強調されないというか、女っぽくも描けれる気がするから、可愛い。NG さんがメガネ選ぶ時のポイントみたいな、うん、いやなんか、まずは直感で色味が一番だけど、その後はもう本当に他力本願なんですよ。いかに似合ってるって思ってもらえる方を選べるかみたいな。だから自分でもすごい自撮りでめちゃくちゃ撮ってみるし、店員さんにもすごい聞くし、すっごい迷惑かも。なんかこれとこれですみたいに決められる人とかも多分いるんだけど、結構なんかね、私はその外から見た自分みたいなのを重要視しちゃうかもしれない。サングラスは特に誰かに聞くかも。なんかこのレンズがあるものとかは特に。なんかさ、例えばだけど、黒でも多分こういうフレームの黒とこういうフレームの黒だとさ、印象が全然違うからさ、そういうのとかも好みがあっても似合う似合わないもちょっとまた違うかもって思っちゃうから、勇気を持って誰かにどっちが似合いますかって聞いてほしいって、私はいつもずうずうしく聞かせていただいてます。はい、はい、いつもはじゃあ一人であんまり行かない。違うの、一人で行っても聞くの、店員さんに。そう、なるほど。あのちょっと遠くにいてもどっちが似合いますかって聞いてる。じゃあ今聞いてみます。まだ早い。まだ早い。まだ早いです。これは今1個目可愛かったから、またちょっと違うのも、はい、そう聞く。はい、はい、聞けます。なんかここのこのアーチなんていうの、この鼻のさここの部分がなんか他のやつとかよりも結構なんかクイッみたいになってない？なんていうのこれ、アーチ何これなんていうんですか。そちらがアーチではなくてブリッジ。ブリッジでした。部分になって失礼しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ADSR 私すごい久しぶりに手に取って見てたんですけど、はいはい、そうですね、意外とシンプルなデザインのものも多くて、うんうん、薄いレンズのタイプがすごい多いブランドになっています、うんうん、このラインナップ見ると、はい、つけやすそう、描きやすそうなものが、ね、日常使いしていただきやすい、ね、そうですよね、アイテムとなって多いなと思って。しかも私はグリーンとかよりも多分、うん、こういうブルーとかの方が合わせやすくって、まあね、これとかとこれとかも可愛い。このブルー系も可愛い、まあ、めちゃくちゃ軽い、超軽い。やっぱ重いとね痛くなっちゃいますからね。耳も痛くなる。そうなんですよね。可愛い。これぐらいのゴールド感はすごいバランスが
よく撮れる気がする。そうだから本当にこれ今さ、こうやってさ、こうやって見れてるから自分でもわかるからこれは似合うんだなって思うけど、本当にいろんな人に聞いてみてほしいんですよ。はい、次はここなんですけど、ここはカーニーというブランドで、私も初めて知るブランドなんですけど、なんかフレームが割と太めの印象、もう見た感じなんですけど、こっち華奢なものとかもあるんだけど、割とデザインがあるアイウェアが多くって、なんか面白いんですよ、ね、今までにあんまり見たことのないデザインだったり、でもこういう掛けやすそうなべっこうっぽいなの、シンプルなのもあったりとか、なんかメンズライクですごい使いやすそうなブランドだなって思いました。どうですか？はい、合ってますか？はい、なんですけど、まあ、男女兼用で使っていただけるようなデザインが多いブランドになっておりまして、まあ、名前の由来としては、そのデザイナーの熊谷さんが、古着のバイヤーをやっていた方で、その古着バイヤーの時代の時にフランシスコ・カーニーっていうところで、なんか寝床としていた地名からちなんだブランド名になっているブランドさんです。なるほど。古着が好きっていうのが分かる気がするというか、はい、なんかこういうフレームが太いのとかって、はい、やっぱそういう古着のなんかルーツとかにもある気がするし、そうですね、うん、ファッション性がすごい高いアイウェアになっています。そうですね、可愛、はい、いです。なんか一本持ってると、はい、お洋服に合わせるのに主役になるものが多い気がする。いいですよね、こうたくさんアイウェアってあるから、はい、やっぱそういったそのブランドに特化した注目できるポイントみたいなのがあるのは、はい、すごくこう、あ、じゃあそれをっていう風になりやすいポイント、はい、早速さっき言ってたみたいな濃いレンズのやつだけど、ちょっとやっぱり全然印象が変わります、ね、しかも大きくない？ちょっと大きくなってる。ここにこのポイントがあることで視覚効果みたいなのもあるから、高顔効果が出る気がする。かわいい。かわいいよね。これはなんか私シャツとかに合わせるのが良さそうな気がする。こういうさ、なんかシンプルなシャツ、これも古着なんですけど、こういうのに合わせるといい。なんか T シャツでも全然いいんですけど、ミニマルな感じに合わせたりとかするのも私は好きだから、この大きめのサングラスだから余計にこんな感じにも好きです。他に気になる、いや、こういうなんかさ、華奢なのもさ可愛いけど、あの本当に頭いい感じになる。確かに全然印象違うそうでしょ、超知的になるよね。図書館にそうじゃない？図書館にいるかもしれない。でもそんな感じもいいのではって思いますか？すっごい上から言ったじゃん今、いいのでは？では、いや、話せなくなりますうん、ごめんねいや、これもちょっと気になるよ、このフレーム。あ、でもなんかかけると全然普通にかけれる。かわいい。かわいいね。でもこういう時に本当にちゃんと相手の人に判断してもらうことが必要なんです。今私すごい似合ってるって思ってるけど、自分も似合ってると思う。あ、本当？あ、じゃあ大丈夫です。うわ、かわいい似合ってます。それがこれ似合ってるよね、だいぶ。これびっくりした。絶対似合わないと思ったもん最初。え、これ似合ってるよね。だいぶ似合ってる。だいぶ個人的な趣味もありますけどね。え、でもこれかわいい。持ってないし、こういうの。違う T になんかデニムみたいなシンプルなタッコで、うん、主役になる。え、でもスラックスとかも良さそうだけどね。ワンピースとかじゃないよね。やっぱメンズライクな洋服の方が合いそう。かわいい、これ。びっくりしちゃった。次はアイバンです。アイバンはなんか私持ってないんだけど、なんか私の周りの友達がなんかみんな持ってる気がする。で、今ハッとした。持った方がいいかも。え、でも初めてちゃんと見るんですよね。日本のブランド？あ、そうです。日本のブランドで、1972年に創設された日本初のファッションアイウェアブランドとなっております。なのに知らなかったよタイプがもう全部網羅できてるもんね。どの人でも合うもの見つけられます
ていう、見つけてって言ってるかのように、なんかもうこの中でこの子だけ違くて、この子がすごい可愛く見えるこちらのデザインがジョン・レノンさんがつけていた、うん、その丸い形のメガネをモチーフにして作られているデザインとなっております。うーん、また軽いですね。いや、あのこの類に関しては結構私合う合わないが多くあって、これはいける。一個一個でだいぶ印象がやっぱり変わります。変わりますか？同じ、いろんな野尻さんが出てきてますか？最後に聞くから、どの野尻が良かったかってこういう形だったらもう本当ラフな T シャツとかと合わせるのがいい気がする。意外とそんなに嫌じゃなかったチャレンジが、チャレンジ大事だね。ブラウン系のレンズはそんなに持ってないけど、この形とかは多分似合っていると思う。なんかやっぱこうやっていろんなブランドでかけれるのめちゃくちゃいいね。一個のブランドだとやっぱそのブランドの中の種類でしか選べないから、こうやってたくさんいろいろあるといっぱい知らない自分がいる知らない自分がいたこれもね、これめちゃくちゃ可愛かったです。髪型によって印象も全然変わりそうです。そうかも。お母さんにそのおでこのテカテカどうしたのってこの前言われたんだけど、最近もずっとこれなんだけどうん、可愛い。これもいいですね。可愛いです。ここ持っていいのって感じなんだよな。メガネの正しい持ち方とかあるんですか？ね、分かんない。レンズに触れないように、レンズに触れなければ、はい、持っていただければ。じゃあセーフですか？はい、セーフです。確かに。こっちちょく見える。かわいい。こっちよく見えます。かわいい。次はあやめです。あやめはもう私はもうたくさん持ってます。お友達がデザイナーさんでやっていてっていうのもあるんですけど、形がねすごいフィットしてるのが多いんで、割ともう全部持ってるっていうぐらい持ってます。最近そのね、かけてるやつのなんかレンズなしもいいなって思ってたから、クリアレンズのタイプもどう入れて欲しいなって思って、かわいいです。かわいい。なんかフレームしっかりしてるんだけど、なんか女性らしさもあるからとてもいいんですよ。一応日本のブランドになってるので、はい、日本人の方の骨格であったり、うん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 、顔タイプに合ったデザインが多いブランドとなってるので、日本人の方にすごく人気です。この太いのとか結構印象が、あ、でもいけた、意外といけた。しかもこのなんかレンズのこのなんか青い感じがすごい新鮮。いや、なんか意外とこういう太いフレームもいけるっていうことですね。ここに来なければあんまり気づけませんでした、そのポイント。細いのばっかり言っちゃってたからさ、なんかここら辺はなんかさ全然かけれそうって思うけど、ハード高そうに見えます。そうなんだよね。いろいろ試着できるのはいいですよね。かわいいです。なんか赤いのってなんか黒とかよりもやっぱちょっと柔らかくなるというか、黒いね、あのクリアレンズのは持ってるんだけど、こういう赤のはないからすごい新鮮。こちらにつけていただいてるお色がデミっていうお色で、デミ、はい、ちょっと赤みのがかったべっ甲カラーになってて、男女ともに人気のカラーです。うーん、かわいいですね。珍しいですもんね。意外といけるよね、やっぱいけてますね。意外といけてるよね。へえ、なんかやっぱり大きいやつかけると顔ちっちゃくなるよね。やっぱ大きいやついいのかもしれない。私顔ちっちゃくなりたいからしかもこのブルーのレンズも悪くないですね。なんかさ、自分で見るとやっぱ自分で見る方が濃く見えるんですよ。これで見た方が薄く見えるけど、すごいいいですね。肌の色ともなかなかバランスがいい。かわいい。次はトム・フォードです。
トム・フォードって私昔メガネで持ってて、なんかもうこの T のここのポイントにすんごい憧れを持って買った思い出の品はもうどっか行っちゃったんですけどここがねポイントになってて、しかもトム・フォードってなんでそんなにあるんですかっていうぐらい種類が豊富なんですよ。こっちにもねフレームがたくさん揃ってて選びたい放題です。トム・フォードってこんなにアイウェアやってるんですね。あ、そうだったんです、ね、アイウェアの種類もすごく多いんですけど、うん、アイウェア自体は2005年からシリーズをスタートさせていて、うんうん、じゃあそこまで歴史は長くないんですけれども、うん、トム・フォードは特に日本人の方に人気のブランドです。やっぱここのね T が、はい、インパクトありますし、なんか1本持ってるといいよねっていうということで、ちょっと珍しいタイプのこちらをかけてみました、うん、グレーのフレーム。新鮮？どう？ちょっと雰囲気変わりますね。ね、これも可愛い。なんか可愛いっていうか、あのこれも軽っ。アジアンフィットの形のタイプもすごい出してるので、かけ心地がすごいいい。アジアンフィットです。え、なんかしかもちょっとだけ鼻がなんか気のせいなんだけど、ちょっとなんか鼻筋が通って見える気がしてる。気のせい。ナロー型。ナロー型が流行っておりまして、細長い感じのアイウェアの形が今流行っております。そうなんだ。こっちとかもそうでしょ。私なんかこの大きめに見えるやつとかも結構横長の形が面白い。このコンビのこういうフレームも可愛い。あ、これすごいつけやすい。持ってそう。持ってそうです。いいですね。これだけあればもう迷うことなく何かしら買って帰れますね。でもこれが可愛かった。いいじゃん。いいじゃん。このなんかブラウンの感じだったらなんか合う気がする。これはなんかもう本当にずっとかけれそう。こういうめっちゃ細い。これはよりインテリ感出ますって。だいぶ出ますね。だいぶ出ます。でもこれもいいですね。軽くていいですね。軽さすっごい重要だよ。もう本当に軽くてなんぼやみたいなぐらい。こういうのもあるよって言うね。うん。私はね、最終的にいろいろ試着させてもらいましたけど、これもすごく好きだったんですね。これとっても可愛い、ジョン・レノンスタイル。可愛かったんですけど、これもね、すごい、びっくりするぐらいに良かったんだよな、これ。結構そう言ってあります。うん、そう、可愛かったんですよ。これもすごい可愛かった。でもこの2つがすごく気になります、今。悩ましい。どっちが良かった？基本的には、カーリー。あ、こっち？あ、そう。わかる。わかるよ。これからの季節を考えたときに、こっちね。軽いしね。軽い感じのね。はい、わかります。わかります。でも悩むよね。ねえ、なんかこうなってくるとさ、もうさ、相手に見てもらってどっちがいいですよからの超えてきた自分の判断になるじゃん。すっごいもうそっからすっごい時間かかっちゃうの。だから、あ、じゃあちょっとほっといてもらってって言ってずっとここで戦ってる私はずっと。かわいいなやっぱり。でもこれすごい軽くていいんだよね。めちゃくちゃ軽い。つけてないみたい。こっちかな？どうかな？悩みますね。これは時間に余裕を持ってお店に来てください。はい、今回はこんな感じでした。たくさん見させていただきました。はい、見学もできるので、ぜひ皆様こちらの伊勢丹新宿本館1階アイウェアにぜひお越しください。5月21日から5月26日の期間中、本館6階西寺町にて期間限定で伊勢丹アイウェアウィークを開催します。
今日私がかけたアイウェアのブランド含めおすすめのブランド20ブランド以上がピックアップして紹介する特別なイベントになってますので、ぜひ皆さん行ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。